何ちょっと茹で上がるもんね、まとって。足りないわ。さて今から山中温泉の方に行ってきますね。あとねこの湯気街道といってなんか食べ歩きができる温泉街があったりするらしいんで、あそこねヨモちゃんと大ちゃんとのんびり回っていこうかなという感じっすね。うわむちゃくちゃ山綺麗な、すげえいい景色、いいね。さああと5分ぐらいで着くね。めっちゃ近いな、いいね、超近いね。お、これ来たんじゃないですか。これだね、鳥橋駐車場。よっしゃ、ケイ到着。じゃーん、来ました。こちらがあやとり橋、あやとり橋か、あやとり橋。こんな感じなんだって、すごいね。さあやってまいりました、こちらがあやとり橋でございますね。鶴仙橋にかかる全長 94.7m の橋でございまして、芸術家勅使河原宏さんがね手掛けた橋でございまして、この独特な雰囲気ぜひ感じてね。すごいね、うわこんな感じじゃないね。ぐねぐねしてるぐねぐねしてるよ。あ、すげえ。これが鶴仙橋とかなんかな。なんかここら辺歩いて行けるらしいよ。あ、嬉しいわ。うわあ、すごい。すごいね。なんかあれ廃墟っぽいけど廃墟じゃないらしいよ。普通に営業してる旅館かな。なんか見てた。山中写真撮ろうか。あらかわいい。待てよ、いや待てよポリポリドワン、あおりこちゃん待てよ。あ、かわいい、山中って書いてある。あひなんだじゃん。すごいね。こっちか、コオロギ橋こっちだね。鶴仙橋遊歩道、ここだね。あら、通行止めだね。ヨモちゃん、よいしょ。あー、ここね行きたかったんだけどね、残念行けませんわ、ヨモちゃん。あ、チュライワン、こっち行けるね、ちょっと行こうか、ね、はい、じゃあどう。なんか汚れたらあんた。泳ぎたいわ。泳げないよ。すごいね、めちゃ綺麗だね
あ、へえ。採石岩、目前の岩、指したるものではないが核戦況の一名称として称えられている。へえ、採石岩だって。あ、めちゃめちゃだね。うわあ、よし、カチカチカチ、いいね。すごい、これホテルだよね。いや、川見ながらお部屋でのんびりできるんだね。あ、コオロギ橋向こうだって。行こうか、こっちだわ。トイレ行ってくるで、待ってて。大丈夫かな。よし、待ってね。ただいま、待って。ただいま、あれかだってね。お、これは向こうに行けばいいんだな。よし、戻ってきたね。あ、これが湯気街道かな。お、カニだ。湯気街道、これだね。やーま、その中いた。すごいわ。当選橋、眺望広場。ああ、なるほど。何してんねやろ。バキュームカーかな。さあ、やってまいりましたのがこちら山中温泉でございます。あの松尾芭蕉が称賛した日本三大名湯の一つとなっておりまして、今ペロリンズが歩いているのが湯気街道でございますね。こちらの方ではカフェとか食事どころとかあってね、散策が楽しめるわけでございますが、まあ季節柄もあるのかちょっとお客さんが少ないわけでございます。さあ、その他ですね、日本海の海の幸がねこちらの方に集まりまして、あの料理の鉄人道場六三郎もこちらの山中温泉出身らしいですよ。4月20日まで全面開催のためお休みだって。残念。古美術ダメよ。あー、今がここで、あー、もうほとんど見たんだね。五木屋、ヨモちゃんたちは入られへんからな。なんかやってるのかやってないのかわからんぐらいシーンとしてるね。あ、スープとか。テイクアウトあるって。せっかくやったらテイクアウトするな。あ、じゃあ、あ、スープセットのじゃあテイクアウトで。はい、お味、スープの味が、はい、かぼちゃとトマトとできます。はい、あ、じゃあトマトで、はい、はい、ちょっと持っていこう。あれ、北陸新幹線加賀温泉駅開業って。あ、もうすぐだね。3月16日でやったら、あー、じゃあお客さんね結構来るかもね。今だけだね。寝たいか。そう、濡れちゃうよ。すぐにゴロンしちゃうわ。朝ごはんだね。あれ、朝ごはんじゃわんね。また食べたから、ね、待てね。ここら辺めちゃくちゃ来やすいですね、車では。もう6時45分から開いてるし。あ、そうなんすか。あ、そうなんです。あ、そんなに早いんですね。そうそう、新幹線の海外からも期待してる感じですよ。へ、はい、あ、そうっすよね、アクセス良くなるんで。西へ東へどこでも行くんですか。そうですね、キャンピングカー乗ってどこでも行ってます。行くよ。すみません、どうもありがとうございます。
バイバイって歩いていくよ。あ、すごいいい匂いする。この辺はだいぶ住宅街なんだね。よし、中型犬までないよね、残念。はい、行くよ。そうそう、自分に乗って。そうそうそう、乗り込んだ。そうそうそう、乗り込んだね、あんたたち。自分で乗り込んでくれるから。あ、翔ちゃんは翔ちゃんにゃよっこら、えいと、こいしょと。さて、むちゃくちゃいい匂いだね。コーヒーで。で、これが、パンだね。はい、スープだね。トマトスープ。いただきます。うん、うん。え、このスープめっちゃうめえ。うん、これはうまい。うん、めっちゃあったまるし。あ、チーズかな。うん、うまい。うん、うまい。これお座りよ、お座りよ、お座りは。おお。よだれ。お座り。お座り。スープごちそうさまでした。美味しかったね。あ、やっぱパンしか食べてないわじゃあちょっとまだね時間あるし、そういうの方とかね、なんかとなんかちょっとギャラリーとかあったりするらしいんで、少し見てみようか。ヨモちゃんたち行けないけどね。あ、悲しいわそれはちょっと行くわ。あ、観光客用無料駐車場らしい。父ちゃん行ってくるで、待っとって。なんでよもお留守番だわ、かわいそうだわね。早速行ってみよう。山中温泉芭蕉の館、松尾芭蕉やね。さあ、こちらやってまいりましたのが芭蕉の館でございます。この山中温泉はですね、あの有名な松尾芭蕉と結構ゆかりのある地でございまして、有馬草津と並ぶ不相の3メートルに称えられるね、山中温泉、こちらの方をね、奥の細道を書いている時に一句読んだとされている場所でございまして、ちなみにあの山中温泉のそういう菊の湯はですね、奥の細道のこの句がね、由来になったそうでございます。さあ、ちなみに松尾芭蕉と服部半蔵が同一説っていうね、こう都市伝説があるわけでございますが、まあそもそもね、これはあの否定されておるわけでございます。ただね、こう1日にまあ大体ね、あの1日平均16キロぐらいの移動距離で、まあ移動しない日も含めると1日に50キロ近く歩いたりとか、関所通行手形なしで通った可能性があって忍者説が浮上したそうですよ。火の方がこうずっと北に上がって、あ、日光とかね通ってずっと行ってね、松島とかね、そうやね、行ってで、こう新潟の方ずっと行って、この北陸通って大垣まで行ったんだ。ああ。芭蕉も認めた効能を堪能するへえ。いや、こういうなんか歴史に触れるの面白いですね。町のね、松尾芭蕉来たんだねみたいな。ね、この辺歩いてるかもしれんからね。これだね、山中温泉。そういう、あ、こっちが男湯なんだ。で、あっちがね女湯って書いてますね。あー、もう建物で分かれてるんだね、すごっ。お、
温泉が飲むんだ。飲めんの？温泉の利用についてこれ飲めんの？これ飲めるの？足湯温泉どことか飲めんねよ。ちょっとどんな感じなんだろう。熱っ熱っ。うわ温泉の味する。いや気持ちいいっすね。足湯無料なんだね。いやちょっと足軽いわ。軽く足湯入っただけやけど結構良くなってめちゃくちゃ足軽いっすね。なんだこれ、山中屋引くは倒らぬ湯の香り。山中温泉は今から1300年ほど前、宋行基が北陸行脚の際発見し、その後一時閉覧のために荒廃していましたが、文治年間、なるほど、この白鷺さんが温泉を見っけたよと、あの傷を癒してるの見て、おここいいんじゃねっつって見っけて、でやったら温泉が出て、あじゃあこの山中温泉超いいじゃんっていう感じで発展していったと。でそれが今こんな形でねなってるよと。白鷺様様っすね。じゃあせっかくだったらね、なんかお金使っていきたいね。あこれ見ようかな。山中片岡鶴太郎工芸館だよな、ちょっと分からんけど。あれ10時からもう12時ぐらいなんですけど、やってないかな。あやってないね。やってないですね、残念。あと行くとしたら道の駅の方ですね、とかこの大杉があるっぽいんで、こっちちょっとヨモちゃんたちとね行ってもいいかな。ただいま、シーシーする？やば、いいよ、おいで。はい、ハニー。そう、あと、キャット。キャット、oh, okay. キャット、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 キャ、いや、キャンピングカーだねっつって、めちゃくちゃいいじゃんっつって言われて、中見ていいっていうか、全然いいよっつってそしたら、ヨモちゃんとね、ダイちゃんがお電話して、あーハニーっつってたね。いや温泉、すごい良かったよ。ヨモちゃん、あ、ショッカーはそこら、これが、そういうだね。電車がある。すごっ。山中温泉大正寺駅間電車の歴史。あ、白鷺。あれ白鷺ってなんか前乗ってなかったっけ、カリちゃん。ねえ。白鷺は昭和38年の製造で日本初のアルミ車体の電車です。旧北陸鉄道河南線の、山中温泉大正寺駅間を運行し、当時はロマンスカーとして観光客をはじめ大勢の通勤通学者に親しまれてきました。ああそうなんだね。じゃあ大井川鉄道とか走ってたんだ。なんかそれは聞いたことあるな。ああシャクシャクだわん。でもせっかくやからちょっとここで写真撮ってたろ。はい、OK です。お疲れ様でした。初代おわんみこし。おみこしなんだこれ。あーすごいおわんです。よし、父ちゃんトイレ行ってくるからちょっと向こう行って。
あー、ここは今閉まってるんだね、駅舎が。あー、何もないね、ここの道の駅は。さて、次は何だっけ、なんか、茅野の大杉やったっけっていうのがあるらしいんで、ちょっと見てみましょう。じゃん、これ茅野の大杉って読むらしいよ。うえー、すげえ。うわ、でけえ。これほらほらほら、見て、読もう。すごいわ。ほら、すご。縦の方がいいかな。これちょっとでけえ。読もう、大ちゃん。すごいね。でっか。参拝だけしていこうか。すごいね、これね。ああ、よし。じゃあ父ちゃんご飯食べに行くわ。それは困っちゃうわ。よし。閉めるよ。次は山城温泉の方行こうか。ついでにどっかご飯食べれるとこあったらご飯食べてみましょうか。ヨモも食べたいわ。ヨモないわ。悲しい。後でね。やってるんかな。あ、あるね。天ざるとかいろいろあるやん。そこ寒くないですか。あ、大丈夫です、全然。はい、そばかりに行った。ちゃ待ってんやろな。はい、ありがとうございます。はい、はい、すいません。あー、ごめんなさい。寒いかったらつけるけど。あー、全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか。うん、全然大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。うめえ。ごちそうさまでした。うまかった。よし、行こうかな。ありがとうございました。どうも、はい、ごちそうさまです。はい、どうぞ。はい、はい、ありがとう。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。まあ、平日っていうのもあるけど僕だけでしたね。よし、じゃあちょっと山城温泉の方にね、移動していきます。よし、はい、ただいま。よいしょ。あったか。今度とあったかいな。よいしょ。よし、出発です。よしよし、行きますよ。それここ美味しかったね、結構お蕎麦。さて、じゃあ次は山城温泉の方に行きまして、ヨモちゃんたちも一緒に行けるかな。ちょっとブラッとするね。こっち山中温泉、こっち山城温泉だし。よりゃーぶいー。なんかこういう神社みたいなめちゃくちゃ多いね、この辺。お宮参りって書いてある。ほらねえ、閉まっとるけど。ここが山城温泉のとこなんだけどさ、めちゃくちゃ普通の町だね。ああ、この辺はなんか、ねえ、なんかいろいろあるね。なんかパラパラと雨降ってますね。よも、雨降ってるぜ。あー、それは悲しいわね。ちょっと父ちゃん、あのロサンジのとこだけ見てきていい？すぐ帰ってくるわ。それで雨の様子見るわ。その後お散歩行こうね。ちょっと見てくるわ。いや、雨降ってるで。待っとって。ちょっと待っとってよ。
大ちゃん待っとってね、待っとってね、待っとってよ。来たけどさ、雨がポチュポチュ降ってますね。そうですね、ロサンジン、何満郷跡って読むかな、宮郷跡か。ちょっと見に行ってみましょう。うわすごっ。さあ皆様、そもそも北王子ロサンジって誰やねんといった感じだと思うんでございますが、大正から昭和にかけて活躍した日本を代表する芸術家でございますね。まあ、書や篆刻、料理、陶芸などね、あの幅広いところで活躍したわけでございますが、特にね、料理とか陶芸、ここで聞いたことある人が多いかなと思うわけでございます。さあこの北王子ロサンジの生涯がなかなかにね、波乱万丈でございまして、自分で作った料亭とかがあるわけでございますが、あまりにもねちょっとやり方が強引すぎてですね、追い出されたりするわけでございますね。まあこの辺はね、アップル創業したスティーブ・ジョブズとかも同じような感じなんですけど、なんか天才ってこうなかなか理解されずに追い出される文化みたいなあるんかなといった感じでございますね。ちなみに追いしんぼの貝原雄山のモデルになったのがこの北王子ロサンジンと言われてるそうでございますよと。面白かったですね、ロサンジン。なかなか変わった人やったみたいなね。観光行きましょう。すごいわ。大ちゃん降りたの、歩くの、じゃあ歩いてや。お、見えてきたよ。そこら辺が温泉街じゃないね。え、温泉卵、温泉卵付きソフトクリームとかね、何でもソフトクリームぶち込むじゃん。涼しいお部屋か冷蔵庫で2週間の日持ち。あ、そんなに日持ちするんですね、はい、あ、そしたらじゃあ温泉卵の 赤,、はい、赤を、はい、6入りで、はい、温泉卵嬉しいわ。で卵買ったね。あ、すごいね。よし、じゃあ行こうか。ここもそういうのかな。あ、ありがとうございます。そうですね、全然やっぱ慣れてるんだ。あ、慣れてます、慣れてます。はい、まあ立派なおひげ。あ、そう、そうですかね。はい、でも今こうしてるから警戒してる。誰だろうっつって。そうそう、なんだなんだって、はい、ね、毛並みが綺麗。ありがとうございます。綺麗。お手入れしてらっしゃるんですね。いや、もういいもの食べてますね。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。よし、新しい醤油と古い醤油があったね。200年羊羹。はあ、ちょっと見てみようかな。元祖蓮羊羹って呼ぶのかな、分からんけど。ちょっと待っとって、待っとって。どれがおすすめとかってありますか。じゃあこの練り羊羹。あ、はい、じゃあすみません、これいただきますか。はい、はい、大丈夫です。羊羹、あ、すごいわ。練り羊羹が有名なんだって。練羊羹かと思ったら練り羊羹やった。湯煎卵っていうのがあるよ。卵が多いね。あ、クルワじゃないんや。湯の川って読むんだ。湯のクルワかと思った。山城温泉では醤油と呼ばれる共同浴場を中心に、湯屋かなが取り囲む町並みが形成されてきました。湯を囲む湯のそばの意味から、この町並みは湯の川と呼ばれるようになりました。古宗湯かな、古宗湯かな、として、平成22年2010年にオープンしました。へえ、なるほどね。古宗湯共同浴場、ちょっと行きたいな、どうせやったらね。大ちゃん、何してんの、あんたは。はい、乗るよ。よっこらちゃん。あ、捕まっちゃったにゃ。よし。元祖湯煎卵。あ、温泉卵とかね。なんか、おまんじゅうとかあるよ。温泉まんじゅうがあるよ。ちょっと買ってくるから、待っとって。待っとってよ。大ちゃんも待っとってよ。はい。こんにちは。いらっしゃいませ。
あ、これがおすすめですか。うぐいす餅。はい。あ、じゃあうぐいす餅と、はい。じゃあこれいただきますか。あ、袋もいいですわ。このまま持っていきます。はい。じゃあどうもありがとうございます。じゃん。ちょっと食べてみる。ちょっと食べようか。ありがとうって。はい。犬好きやから分かるよね。あ、そう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 。うん、はい、どうも。バイバイ。そう、猫ちゃんと。あら、ね。こんにちは。男の子これ。こっち男の子で。この。そう。猫。猫は男の子で、ワンちゃん女の子。あら。ようこんな人おるわな。うちの猫猫に引こうとるけど、一、うん、つこんなことしたら絶対おらんよ、うちの猫。本当すか。うん、大ちゃん、うん、ね、大ちゃんかわいいね。ありがとう。うん、バイバイ。ありがとうございます。はい、どうも。お母さんも気をつけて。はい、戻ってきたよ。はい、大ちゃん待ってよ。うん、指の入ってキャリー片付けるわ。そう、入ってゴーリア、あんた入んじゃんかい。あー、ちょいでかいんや。よし、うん、片付けるよ。お父ちゃん、せっかくやから温泉入ってくるわ。ちょっと待っとって。なんでお前だけ行くんや。そうだわ、ヨボチャチも入れるわ。裏切りの豚だにゃ。この豚はすぐ裏切るにゃ。あ、かわいそうだにゃ。あー、もうショックで寝込んじゃうわよ。もう豚は帰ってくるなにゃ。裏切りの豚だにゃ。ピロン。行ってくるね。あー、行ってくるにゃ。いや、せっかくなんでちょっとそういうの方に、小装備の方かな。ここっすね。そういう、あ、販売機の向こうか。これか。あ、中学生、こ、そういう、あ、そういうこそ、あ、こっちでいいか。受付にお参りくださいって書いたね。こっちじゃないんだ。あれ、いないよ。いないね。すごい。はい、どうも。建物の中に、あ、中に、はい。さあ、中は撮影できないのでこんな感じでございますね。ステンドグラスがありまして、もう浴槽しかないわけでございますね。まあ、ここにチャポンと浸かるだけ。洗髪とか洗身はね、そういうの方に行ってねと書いてありました。いや、めっちゃ良かったね。こう、そういう、めちゃくちゃ暑かったけど。ああ、細い、よかったぜ。ポカポカだわ。はい、山城温泉ありがとうございました。風呂入ったり、お土産買ったりできたからよかったね。ね、細湯もすごいよかったわ。貴重な体験だったね。あら、なんか大仏がある。むっちゃでけえ。あれ何、有名なお寺なんかな。イオンに到着したぜ。よし、オッケー。よし、ご飯買いました。んじゃん、ただいま。何しててんや。はい、大ちゃんとヨモちゃんのご飯買ってきたよ。冷蔵庫入れとくわ。いいもん買ってきたかわん。買ってきたよ。大事くれにゃ。あ、おつい言った。眠たいわ。
RV パークに戻りますよ。よし、よっこら、これ大ちゃん詰めとくな。あ、バレちゃったにゃにゃじゃないやろ、バレちゃったにゃじゃないわ。よし、着くんでチェックインしてきます。ちょっとお昼寝しようかな、疲れた。よし、いいよ。はい、どうも。はい、お疲れさん。あ、お疲れさんでした。よし、ちょっと父ちゃん軽く寝るわ、ちょっと疲れたね。今も潜らんしとく、潜らんしとくわ。じゃあちょっと上行くわ。大丈夫、寝るにゃ。えちえち、軽くね。おやすみ。じゃあちょっとお昼寝しようか。うん、寝るにゃ。おはよう。いてい いて。デブ猫ちゃん。誰がデブ猫だにゃ。誰がデブだにゃ。よく寝た。ご飯にしようか。食べるにゃ。大ちゃん。なんじゃない。どいて。どいて。こっち。こっち。邪魔です。どいて。どいて。なでてて。よもおはよう。殺人現場みたいな寝方してるけど、よもちゃん。あ、お腹空いたわ。よし、よし、行く。よし、ちょっと待って。よし、さっきね、これだけ、お水だけ、ちょっと汲ましてね。よし。気づいたらすっかり暗くなってたね。よし、はい。いや。わーい、ただいまだわ。はい、ご飯にしようか。じゃんじゃじゃん。はい、胸肉とのと豚って書いてあるんで、はい、これにします。よし、そしてもりもりじゃん。よし、はい、オッケー。ちょこちょこ、こっち炊飯開始。いや、何？本当にちょいね、本当に。ああ、助けてじゃん。何するじゃん。だいぶ悪くないのにじゃん。助けてじゃん。待ってきた。あんた、仕送りもなくて。ああ、助けてじゃん。何するじゃん。早くお肉をちょうだいにゃん。よいしょ。何？ちょっと茹で上がるまで待っとってや。早くするにゃ。あ、食べたいわね。待っとってね。よし、よし。よし。よし。よし、よし。もうすぐにゃ。もうすぐだわね。次のプラスにゃ。のと豚ちゃんもちょっと入れとったらな。ありますよね。おだししみしみよ。ああ、よもちゃんはいいな。よし、はい、オッケー。完成。オッケー。タスマニアンビーフカルビと国産豚バラ。はい、これでちょっと焼肉をしようかな。よし、あ、4も食べたね。はい、
二人は。大ちゃん、あんたこっち食べて。あ、食べるじゃん。待てよ。いや、ゆっくりよ。よしよ。あ、うまいわん。こちゃ肉ちゃんと。鶏胸肉最高だわね。うまいにゃん。最高でにゃん。肉はやっぱいいにゃ。魚もいいけど、大ちゃん、肉も好きだにゃ。あ、そんなとこ持って行って食べた。汚れちゃうよ。おー、夜も早い。めっちゃ早いや。あ、うまいわ。最高だわ。あ、うまいね、最高だにゃ。切れてないにゃ、これ。クレームだにゃ。すいません。無理やり入れちゃうわ。ぶちこめぶちこめ、なんとかなんだろう。はい、完璧。はい、ご飯さん来ました。キムチと、よし。そして本日はジョジョ園の焼肉のタレ。こらよも。ちょっとね、父ちゃんはもう高級志向なんでね、ジョジョ園しか食べられへんのよ。食べたことねえけどな。だからこれが本当にジョジョ園のタレなのかどうか分からへんねんけど。ジョジョ行ったことねえからさ。よし、ではいただきます。あ、ペロペロだわ。浸してキムチ。じゃあこれでいただきます。うんうんうん、うまい。これだけ分かった。父ちゃんのうん、うん、父ちゃん食べるもなくなっちゃうよ。これめっちゃうまいな。いいね、焼肉。この野菜に包んだらね、無気温カロリーゼロになるからさ、最高じゃん。適当。待ってよ。あれだわ。美味しいね。もうこれでおしまいにして。父ちゃん食べるもんなくなっちゃうから待って。おしまい。あと父ちゃんの、あ、うん、天才だよね、マジで。うますぎる。待てよ。はい、おしまい。はい、美味しかったね。もう4もいっぱい食べたじゃん。食べたでしょ、山ちゃん。足りないわ。かわいそうだわ。そうだにゃ、もっとあげたらいいにゃ。あ、ヨモちゃんは全然食べれてないですわよ。かわいそうだわよ。そうだにゃ、ここまで来たのに何も食べてないにゃ。お肉あと倍量あってもいいわ。ヨモ、こんなんじゃガリガリになっちゃうわよ。そうだにゃ、大豆もガリガリだにゃ。なんでっていうか、豚か牛とか豚食ってるわ。共食いだわよ。ヨモギにこれは眠たいにゃ。
虐待でしまん。ごちそうさまでした。いや、めっちゃ美味しかったね。さあ、さっとあとは片付けしてゆったりしますか。ちょっと、フルーツを食べましょう。あ、読むのだわ。あんたもういっぱい食べたじゃん。よだれ、よだれ、よだれ。いや、ごちそうさま。ごちそうさまね。ここで寝るにゃ。よし、ちょっとお仕事しますねと。パンケーキだにゃ。何するわ。何でにゃ。何やろうでにゃ。どうだわ、ヨモギの方が強いわよ。ヨちゃんお疲れ。あ、大事なアイテム疲れるわね。お腹いっぱいだね、ヨモちゃん。大丈夫なんか。何でにゃ。眠たいんだにゃ、つって。あとで父ちゃんお風呂行ってこようかな。サウナでも入ってこようかな。あ、いいわね、父ちゃんは。じゃあ、大豆、お風呂行ってくるわな、父ちゃん。あ、じゃあ、サウナ。さっとさ、サウナとか入ってこようかな。あ、いいわね、父ちゃんは。よいしょ。よし、ちょっと待っとってね。寝とっていいよ。お腹いっぱいだわ。うん、ね。いっぱい食べたもんな。さっぱりしたっすね。めっちゃさっぱり。さあ、サウナも入って整ったんで、あとは寝るだけっすね。ただいま。お帰りだわ。いや、もうシーシー行く。おいで。いや、そのまま誰もいないからシーシーしとこ。寝る前のシーシーしよう。はい、おいで。はい、だわ。あ、シーシーだわ。うんぴーだわ。お目目光っちゃってるわ。うんぴーだわ。よっこらちっ。はい、自分で。よいしょ。さあさあ。はい、おりこちゃん。よし。はい、すっきりしたね。あ、すっきりしたわ。うんふん。いやー。サウナの後の水は格別やな。よし、ちょっと作業するわな、父ちゃんな。よっこらせた。よも眠たくなっちゃったわね。大丈夫、眠たいにゃ。さっき寝とっていいよ。わあ、眠たいにゃ。じゃあ父ちゃん仕事するね。よし。ああ、終わった。なんだかんだ遅くなっちまったぜ。おいで。はい。なんでそこで寝んねん。父ちゃん寝るとこないやろ。なあ、大ちゃん。あ、知らんにゃ。でもそんなとこで寝たら父ちゃん寝られへんやん。豚を下で寝るわん。下でにゃ、豚を寝るにゃ、豚小屋からお似合いだにゃ。ヨモギと大豆でここ寝るわ。豚は外で寝ればいいわ。そっち行くわ。
おやすみ。おやすみだわ。おはよう。おはよう。おはようてにゃ。うん。よも。おはよう。大丈夫か先だにゃ。よちよち。おはよう。にゃん。よも起きようか。おいで。あ、伸び伸びだわん。よちよち。はい、おいで。いや、こっち降りて。なーに。ああ、助けてにゃん。おっぴろげちゃんだにゃ。助けてにゃ。大ちゃん、待ってて。はしご片付けるだけじゃん。待てないにゃ。ああ、助けてにゃ。恥ずかしいにゃ。よし。はい、こっち。ルンルンだわ。えい、えい、あ、出てきた。なんもないじゃん。なんもない。ちょっと待って、目についてる。はい、帰って。よし、はい、ただいま。あひー。ご飯よりや。うん、ちょっと待ってや。ご飯用意するわね。よし。ふりふり。あ、嬉しかったわ。楽しかったわね。あ、捕まっちゃったにゃ。何するにゃ。こりゃ、女がこんなぷよぷよで。なあ。どんだけ太っとんねん。大丈夫でにゃ。お前のせいでにゃ。どうぞ。ああ、ご飯でにゃ。最高でにゃ。またそれやったらよく食べんね。うまいわ、あんよ。もくもくだわ。父ちゃん、ちょっと仕事するわな。連絡来とる。今度お風呂行ってくるわ。はい、いらっしゃいだわ。でも、おねむちゃんだわ。ね。ちょっとお風呂行ってくるわ、大ちゃん。お風呂行ってくるわ。おねむたいにゃ。早く行ってくるにゃ。行ってくるね。はい、いらっしゃいだわ。でも寝とくわ。じゃあ待ってね。いやー、さっぱりした。朝風呂いいっすね。めちゃくちゃさっぱりしたっすね。今日はね、ささっと回ってもう高山のねお家に帰ろうかなという感じなんで、ちょろっとだけ観光してから帰ります。何してるにゃ。はい、これはかわいい。何してんの。ただいま。でもただいま。よし。よも超かわいい。何それ、めっちゃかわいいじゃん。フリッチだよ、ヨモちゃん。調べたけど、この時間から朝食やってるところがなくて、今8時半だけど。なので昨日買ったね。あ、ヨモちゃんダメ。朝から甘いもんあんまりやけど。食べるもんがね。ちょっとでけえな。ちょっとでかいね。ちょっといただきます。
うん、うまい、甘い。あんま、これ読むあかんわ、甘いもん。読まにもくれば、読まようかん、ダメ、こんな甘いなあかん、なんでだわん。大事なもんだじゃん、父ちゃんより大事な方がいいかな。あ、ペロペロしちゃったにゃ。マウント取ってくるやん。あ、もっとダメさせるにゃ。大丈夫か、お世話するんだにゃ。ヨモギペロペロするんだにゃ。押さえつけてペロペロせんでいいじゃん。許せないにゃ。大丈夫か、全部ペロペロしとくにゃ。大丈夫か、全部やるんだにゃ。あへー。かわいい。ペロペロしてる。あ、かわいい。水どこだ？あれ、ヤマの半水どこ行ったっけ？あー、ヤマ。あ、やだわ。やめてわ。よし、はい、お利口ちゃん。じゃあちょっとチェックアウトしてくるね。準備してくるわ。よし、ただいま。よかった。では行きますよ。出発しようか。さあ本日はね、最終日、まあ軽くで見に行って、でそのままね高山の方に帰りますよ。ヨモちゃん、おお、なんかいい街並みですね。中谷浮次郎雪の科学館。中谷浮次郎って誰なんだろうね。はい、到着。少々待ちよ。待っとてね。待っとてよ。あ、どこ行くにゃ。あ、かわいそうだわ、ヨモちゃんち。見てくるね。さあ、ここですね、開館中。入り口が変わってるね。震災の影響っぽいね。あ、はい、おはようございます。さあ、こちらやってまいりましたのが中谷浮次郎雪の科学館でございますね。さあ、誰やねんという感じでね、父ちゃんも知らなかったわけでございますが、なんと世界で初めてね、人工雪の生成に成功したらしいですよ。だから実はね、めちゃくちゃすごい人らしくて、この人がいなかったらもしかしたら人工雪を降らせることもできなかったかもしれないし、しかもあの半導体だったかな、そういったところにも応用されるぐらい実はめちゃくちゃ功績残した人らしいでございます。中谷浮次郎科学館、面白かったですね。やっと帰ってきたわ。寝とったわ。大丈夫、寝とったね。よいしょ。よし、科学館楽しかったわ。よっこら、どっこいしょ。はい、では次の場所に行きましょうか。では湯の国の森っていうね、なんかヨモちゃんたちも一緒にお散歩で行ける公園みたいなのがあるっぽいんで、公園というか、なんだろう、なんだろうね、なんか工芸品とかがあるところがあるんで、そこちょっと見に行ってきます。わあ、めちゃくちゃ美しいですね。めっちゃいい景色やな。わあ、むちゃくちゃ綺麗。山がすごない？山、
道だねこれ。はい、到着。よし。日産受付。よし。ちょっと頑張るか。ちょっと待ってや。ペット OK だって。あ、はい、わかりました。やってきますね。ありがとうございます。カレーとうどんだって。外だったら食べれるんかな。伝統美術の館、こういうの入れないからな。あ、ちょっと待ってや、お食事できますって。後で食べようか、ね、2人でずっとお留守番とかも。ああ、そうそうそう。逃げないですよね、なんか。どっか走って逃げたりとかしないんで。何歳なの、猫ちゃん。猫が2歳、もうすぐ3歳ですね。はい。よかったね。暖房もしてあるよね。あ、そう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 。ね、そうなんですよ。夜寒いからね、そう。じゃあわ。ねえ。ねえ、ね、お猫さん。ありがとう。ね、ありがとうございます。ねちょっとそこで試させてもらいます。どうぞどうぞすいません。ね、そう音ですぐ分かるんですよ。大豆ちゃん、猫ちゃん大豆ちゃん。ちょっと待って。あ、これだけね。大ちゃん、あ、食べる、食べる、ペロペロする、あ、ちょっと食べる、ペロペロして、そう、クリームとか好きなんですよ。塩だね、ありがとうございます。塩分が出て猫は腎臓悪くする。ちょっとだけでいいよ。ゆうちゃんどうや、うん、大豆ちゃん、ふわふわかわいい、こんにちは、こんにちはって。よかったね。あ、そう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 。ダメですね。やっぱそう、そう、そう言いますよね。それ。よかったね。あ、本当に涙出てる。すいません、ありがとうございます。たくさんいろいろ。あ、わかりました。はい。どうも。入れないんですけど、あ、わかりました、ね、ちょっと、はい、お散歩してきます。はい、いってらっしゃい。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ルルだルルだね。あ、オルゴールだ、いいね。あ、欲しいわ。あ、楽しいね。和紙の館なんて、すごいね。
まりよ。かわいい。おう、大ちゃん歩く？じゃあ大ちゃん歩いて、お散歩して。お利口だね。なんかご飯食べに行こうか。毛がすごいね。そう。そう、めっちゃもう毎日掃除かけないと。でしょ。うん、ダメですね。うんうん、もう毛抜けまくるんで。でしょ。うん、元気でね。ね。うん、ね、元気でね。嬉しいね、よかったね。はい。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし行こうか。よかったね。嬉しいね。ちょっと父ちゃんトイレ行ってくるで。あ、ごめん、ちょっと待っとって、トイレ行ってくるね。待っとって、ナイズ、待っとってよ。ただいま。何食べに行くわん？何食べようかな。おうどんあったか、おうどん食べに行こうか。あ、どうも、ありがとうございます。またね。もういいの、いらないですいません、ありがとうございます。ありがとうございます、ようこそ。バイバイ。はい、どうも。どこにする？ここで、ここでいっか。よいしょか。はい、山待ってよ。ちょっとご飯買ってくるわ。待っとって。ご飯注文してきたよ。あー、嬉しいわ。早く欲しいわね。ちょっともう、ちょっとここに置いておきます。あ、はい、どうも、ありがとうございます。あ、はい、すいません。じゃーん、ザルそばと金沢カレー、ヘルシーだわね。もうないよ。大ちゃん戻っとってキャリーに。うん、ありがとう。お利口だね。あ、戻ったね。ごちそうさまでした。いや、ヘルシーメニューでしたね。なあ大ちゃん。あ、そうだね。太る意味がわからんメニューだったね。美味しかったわ。そばうまかったわ。で、行こうか。楽しかったね。はい、ただいまー。大ちゃん、はい。どこ行っとった？遊んでたにゃ。バレちゃったにゃ。はい、いいよ。どうも、入って。遊んでたにゃ、バレちゃにゃ。はい、お疲れさん。じゃあ帰る準備しようか。あ、疲れたわ。あと軽くお散歩だけして帰ろうね。よし、じゃあ行くよ。バイバイだわん。行ってくるね。待っとって。待っとってね。あ、悲しいわ。なんでお前だけ行くんだ、このブタ野郎。バイバイ。行ってくるね。うひょう。あべ。上がるぜ。受け付けましてご利用ください。シャイロプレイ。いいね。さあ行ってきましょう。え、ここ無料はマジで暑いな。
すごくね。あ、ゼロ戦じゃん。あ、小松空港あるし、あー、キーよ。あ、ロッキード、ロッキード事件だな、ロッキード。うわ、こんな感じなんだ、すごっ。面白かったね、もう無料にしてはめっちゃ面白かった。あとフライトがね、フライトシミュレーションが意外と面白くて、あ、多分自己死しましたね。ただいま。どこ行ってたわん、ヨモたちほっといて。かわいすぎにゃ。眠たそうやね。よっこらせ。ではお次の場所に行きましょうか。じゃあもうヨモここに捨てていきます。バイバイです。はい、ヤマ入って。あ、それはやだわん。あへえ、おりこちゃんだわん。おー、めちゃくちゃヤマ綺麗。すげえな、こんなヤマ越えてきたんだ。ただいま。ちょ、父ちゃんさ、車の修理持っていかなきゃいいから、ちょっとあんたらゆっくりしとって。あー、疲れたわん。あ、疲れたな。よしよし、父ちゃんちょっと車やってくるね。最高だもん。お家はいいにゃ。
です。めいちゃん、ハハハハ。